こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております株式会社コラボズの江川です。さて、お客様は案外覚えていないという話をします。これは前回の内容と同じようなものなんですが、結局自分が伝えたいことっていうのと相手が知りたいことっていうのを意識しないで喋ってると、ついつい自分の知ってる知識でお話ししたり、相手が全然分かんないような内容で知識をひけ散らかしたり、こういうふうなシーンって結構私たちの業界ってあるあるなんですね。つまり専門用語が非常に多い業界でもあります。で、専門用語で話してる時っていうのは自分が案外気持ちいいんですけど、聞いてる人たちの頭の中ってクエスチョンが並びまくってるんですね。はい。そうなってくると話している内容を全然お客様が覚えていないというケース結構あると思います。これは私たちの業界に限らずです。ということで、お客様に説明する時、もう30分とか1時間お話しするような内容の時っていうのは、お客様がたくさん話してるんだったらいいですけど、自分がたくさん話してる時っていうのはお客さんは覚えていないと思った方がいいと思います。常に短く相手に覚えていただくような、そういった内容を心がけていきましょう。今日の動画は終わります。レッツ動画。